皆さん、こんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is a transcript in Japanese on my website. 今日のテーマは、帰省についてです。帰省とは、ふるさとに帰ることを言います。私は今日、 帰省をします。日本ではクリスマスが終わってそして年末31日にかけてたくさんの人が移動をします。たくさんの人が帰省をします。つまり ふるさと自分の親が住んでいるところ自分が生まれたところに帰りますこの時期は飛行機とかホテル代が高くなる時期です この年末と年始、つまり1月の最初の週は飛行機が高いです。私は今日帰省をしますが、もう3ヶ月くらい前から飛行機を予約していたので、安く帰ることができます。 今日の飛行機は夕方の便です。なので、まあ、時間に余裕があります。帰省の準備をして、お昼ご飯を食べて、少しゆっくりしてから家を出発します。 使う空空港港は羽田空港です羽田田です空港にはいろいろなお店があります。なので、少し早めに行って家族へのお土産を買おうかなと思います。家族のお気に入りのお土産があります。 それはバターサンドです。これを前回買っていった時に家族がとても気に入っていたのでまあ今回も同じものを買って帰ろうかなと思っています。この時期は空港も混雑しています。なので少し 早く行って、荷物を預けたり、搭乗手続きをした方がいいかなと思います。たくさんの人が移動するので、まあ、病気をもらってこないように、マスクをしっかりつけて移動したいなと思います。 クリスマスが終わっても、まあ、バタバタと年末年始のお祝いに向けて、日本人はまだまだ忙しいです。あと、一回くらい2022年にポッドキャストをアップロードする予定ですので、また最後まで よろししくお願いします。それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。じゃあまたねー。